J2 東京 V は18日、J2 水戸から FW 林良平、31が完全遺跡で加入すると発表した。今回が9年ぶりの復帰となる。東京都八王子市出身の林は小学校から東京 V のアカデミー、育成部門出身で、明治大を経て2009年に J2 東京 V 入り。新人ながらリーグ戦30二試合に出場して6得点をマークしたが、 チームの経営難もあって一年で当時 J2 だった柏平移籍。その後、J2 山形を経て今季から加入した J2 水戸ではリーグ戦41試合に出場してチーム最多の14得点をマークしていた。リーグ戦の通算成績は J1 が36試合3得点、J2 が180試合50得点。林は9年ぶり復帰となる東京 V を通じ、ベルディファン、サポーターの皆様ただいま、 とを報告。小さい頃からヴェルディ一筋で育ち、プロサッカー選手をスタートしたのもこのクラブです。プロ10年目という節目の年にまた戻ってくることができて非常に嬉しく思います。私には緑の血が流れています。ヴェルディの J1 昇格のために全力を尽くしておののいます。応援よろしくお願いしますと決意のコメントを発表した。